日本ってなんかいろいろなセキュリティホールがいっぱいありますよね。なんか変な、もう今回のこのコロナのやつもそうだけど、携帯だって家に置いてて、まあ、それは関係ないけど、なんか、なんていうのかな。スクラップみたいなのもいいかもしれないですけど、何か、ね、すごい極端な話ですけど。